正直わかんないです。会いたい新書も今回で5回目、今回はチフレ ASL フェン埼玉、注目選手、美女注目選手、予想順位など今回も内容盛りだくさん、徹底解剖していきます。Vリーグ参入全11チームを徹底解剖、解体新書、ぜひ最後までご覧ください。あなたのチャンネル登録がサッカー界、女子サッカー界の未来を変える力になります。ゴー DJ ワタル、サッカー伝道師チャンネル。はい、 DJ ワタルです。今回は解体新書第5弾。さあ、解体新書も5回目となります。本当に解体新書という企画、動画視聴回数が徐々に伸びております。そしてそれに応じてチャンネル登録者数も増えています。本当にありがとうございます。ぜひですね、この動画を見ていただいて、チャンネル登録、コメント、高評価もお願いしたいんですけども、まだまだこの動画を知らない方、それからこれからWeリーグ見に行きたい、サッカー好きになりたい、サッカーを見に行きたい、女子サッカーもっと知りたいよっていう方にも広めてほしいので、ぜひ SNS などでツイートとかもね、お願いしたいと思います。ぜひ、ぜひ、いろんな方に広めて、一緒にWリーグ盛り上げていきましょう。そして今回は第5弾ということで、チフレ ASL フェン埼玉の解体新書となります。はい、チフレ ASL フェン埼玉について徹底解剖していきたいと思います。そして今回の動画構成も変わりません。監督紹介を含めたチーム概要、予想フォーメーション、戦力グラフ、注目選手2人、予想順位、そして美女注目選手の項目となっております。ぜひ最後までご覧いただいて、コメント、高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。というわけで、今回はチフレ ASL フェン埼玉を徹底解剖していきたいと思います。チフレ ASL フェン埼玉、解体新書、レッツゴー！チーム概要の紹介です。さあ、それではチーム概要となります。チフレ ASL フェン埼玉、ホームタウンは埼玉県狭山市、飯能市、日高市になります。チームカラーはブルー青です。チーム最高成績、昨シーズンの成績、獲得タイトルはご覧の通りになります。昨シーズンはリーグ2位、なでしこリーグ2部に加盟していましたけども、リーグ2位という成績でした。やはりね、2部リーグでは結構強さを発揮していたかなと思いますが、2位という成績。そして監督は半田悦子監督、ウィーリーグ唯一の女性監督となります。それではクラブの歴史見ていきましょう。クラブの歴史、1985年、狭山市スポーツ少年団アゼリア FC の少女部として活動開始となります。結構歴史がね、長いんですね。36年ですか。はい。2002年、ASL フェン狭山 FC に名称を変更。そして2004年、エルフェンスポーツクラブを設立。そして2014年、ASL フェン埼玉に名称を変更。これは、狭山市を基盤として、県内全域に活動場を広げたいということを理由に、名称を変更したということです。2016シーズンから、川越市に本社を置くチフレ化粧品とネーミングライツ契約、締結をします。ということで、呼称がチフレ ASL フェン埼玉となります。もうチフレと聞いただけで、もうピンときた方多いかなと思いますが、あのチフレですね。化粧品メーカーのチフレ。なので、なんか、この間のプレシーズンマッチでは、来てくれた方々にサンプルとして化粧品が配られたなんていうね、話もあります。まあそういった特典があったりとか、イベントもありますので、ぜひちょっとスタジアムにお越しいただきたいなというふうに思います。そして2018年12月、チフレホールディングスがこのチームの運営を目的とした株式会社エルフェンスポーツクラブを新規に設立します。で、もともとこのチームを運営していた特定非営利活動法人エルフェンスポーツクラブは2019年2月をもって解散。で、新会社がこの事業を引き継ぐ形となって今の形になっているということです。チフレ
結構ね、あの、有名な選手も在籍していたりとかして、大野忍さんもね、チフレにいましたね。それから今で言うと、荒川恵理子さんもね、なでしこジャパンでも活躍してました荒川さんとか、山郷さんもそうですかね、ゴールキーパーの。もういたりもしました。結構ね、有名な選手も在籍していたチームです。で、チーム名の AS っていうのは、前身となった先ほども言いました、アゼリアの A。それから、狭山、埼玉、西部の S を意味するということなんですね。で、エルフェンはドイツ語で、11を意味すると、由来する。11に由来するということで、サッカー選手のを意味するということと、英語で妖精を意味する、エルフィン。に、エルフィンを連想させるということから、女性らしいサッカーをしてほしいとの願いが込められているということです。というわけで、チフレエースエルフェン埼玉の概要となります。監督、半田悦子。さあ、それでは監督紹介になります。監督は、ウィーリーグ唯一の女性監督です。半田悦子監督。監督歴はご覧の通り、常葉学園、立花中、常葉学園、立花高校ですね。まあ、あの、二つとも女子サッカー部の監督として、選手たちを率いていたということです。ただ、トップレベルの指揮は初めてになるということなんですね。でも、それでもやっぱり元日本代表でワールドカップ2回出場、オリンピック1回経験してますから、まあ、そういったところの経験で選手たちに伝えること多いと思いますし、選手たちも学ぶこと多いと思います。で、半田悦子監督はもうすごいのが、現役引退後、調理師免許を取得して、レストランで働いていたんですよ。で、レストランで働きながら、サッカーの指導者としての経験を積んだという、もうね、苦労人なんですよね。だからもう、やっぱりチフレも、まあ、2部リーグ、なでしこ2部から、Wリーグに参戦したチームになります。もうね、あの、下克上じゃないですけどもね、もう下からグッと押し上げて上がってほしいなというふうに思います。やっぱりまあ、あの、トップレベルの指揮をすることは初めてであること。それからやっぱこうチームが入れ替わったりとかするので、まだちょっとこう、WE リーグのプレシーズンマッチ、一試合見たらどんなサッカーをしたいのかっていうのがちょっと見れなかったんですよ。あの、やっぱり相手がアイナックっていうこともあって、できなかった部分っていうのは多かったと思うんです。で、その中でできる部分、できなかった部分をどう修正していくのか、できる部分をどう伸ばしていくのかっていうところをちょっと注目したいなというふうに思いますし、またどんなね、半田監督が戦術をするのかっていうところも、見どころかなと思いますので、ぜひそういったところも注目してみてください。というわけで、半田悦子監督の紹介でした。続きまして、予想フォーメーションの紹介。さあ、チフレエースエレフェン埼玉、予想フォーメーションはこちらです。はい、442のフォーメーションにしました。まあ、これはあの、ウィーリーグプレシーズンマッチをベースに考えた結果となります。まあ、ちょっとこう、ウィーリーグプレシーズンマッチで、まあ、スタメン出場していた選手が多いかなというふうに思います。赤が、新加入選手となります。で、ゴールキーパーから見ていきましょう。まあ、ちょっとこれ迷ったんですけども、やっぱり一部で戦っていたっていうこと、それからこの間のプレシーズンマッチで先発していたということもあり、船田真由選手をまずゴールキーパーとしてスタメン選びました。そして、4バック、ご覧の通りになります。4バックもプレシーズンマッチと変わらないですかね。左が又吉選手、そして木下選手、岸みのり選手の2センターバック。まあ、木下選手はもうほぼ当確なんじゃないかなと思います。まあ、そこに岸みのり選手が入るでしょう。そして右、橋沼選手。それから小島選手もちょっと迷ったんですけども、これはね、まあ、橋沼選手になるんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、小島選手も全然可能性はあります。新加入選手ですね。そして、中盤、4枚。2ボランチ。ここね、もう中盤のこのポジション、ボランチのポジションに関しては、多分全員、新加入選手になるんじゃないかなと思います。まあ、田島みのり選手、上辻選手も抜けましたし、それから、長野風花選手も抜けましたので、まあ、ここのポジションを一番空いてて、ここを補強を一番したんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、ウィーリーグプレシーズンマッチで出てた2人になるんじゃないかなと思います。まあ、個人的にはちょっと瀬野選手も注目しているんですけども、まあ、プレシーズンマッチで出ていたということで、この2ボランチ。そして右左。これはね、やっぱ強力ですよ。湯村選手もやっぱテクニックありますし、スピードもある。そして左の中村優志香選手はもうね、別格だなと思いましたね、チフレの中では。
やはりもうなんか2部で戦うような選手じゃないというふうには思いましたし、昨シーズンは1得点だけでしたけども、まあ得点も狙える選手。で、プレシーズンマッチの時は確かフォワードで出てたと思うんですよ、スタメンで。ただ中村選手が生きるのはこのポジションなんじゃないかなと思います。前にスペースがあった方が僕は中村選手は生きると思うので、左サイドハーフにしました。なのでちょっと左サイドハーフね、結構、熾烈なポジション争いになるんじゃないかなというふうに思います。で、右、湯村選手にしたんですけども、やっぱ加藤選手、加藤知佳選手はちょっと入れたい。ちょっと、ぜひ出てほしい、スタメンで。浦和でね、試合に出てて、で、昨シーズンはあんま試合出てなかったんですよね。で、やっぱチフエに来て、ちょっとこう、完全復活を誓っているところだと思うので、ぜひですね、加藤選手の抜群のスピード、これ多分スピードだけで言ったら、加藤選手一番だと思うんですよ、この中で。で、ウィーリーグでも多分トップレベルのスピードを持ってる選手なので、ぜひですね、サイドをぶち抜いて、得点につなげる姿、見たいなというふうに思います。そして、ツートップ、荒川選手と中村選手だったかな、この間の試合は。ただ、中村選手をちょっと左にしまして、ツートップはこのツートップになるんじゃないかなと思います。川野選手はもう、多分、ほぼほぼ当確なんですが、まあ、立花霊選手は、中盤でもプレイできると思うんですよ、サイドハーフとかでも。ただ、僕は、立花選手は、フォワードの方が合ってるんじゃないかなと思って、ツートップの一角に、まあ、控えとして入れました。で、荒川選手が括弧になってますが、山本選手ね、この間、プレシーズンマッチ見て、多分、後半一番良かったんじゃないかなと思います。後半頭から出てましたけども、やっぱこう、くさびで受けたりとか、しっかりと落ちて前向いて散らしたりとか、ゴール前に飛び込んだりとか、まあそういった山本選手のプレーは結構光っていたので、そういった意味では、一個こう、落ちて、ためを作れる選手として、ちょっと入れておきたいなと思って、山本選手をスタメンに入れてみました。というわけで、チプレ ASL フェン埼玉の予想フォーメーション、442でこの選手を入れてみました。続いてチーム戦力グラフ。さあチーム戦力グラフ見ていきましょう。まず攻撃力3です。はい、攻撃力、まあまだまだ上に行く可能性がありますし、まあ攻撃力は結構ストロングポイントになってくるんじゃないかなと僕は思います。左サイドの中村選手、そして湯村選手の右ツートップとね、結構いい選手揃ってると思います。で、やっぱり、ま、攻撃陣のみならず、荒川さんがいるっていうことは、チーム全体は心強いんじゃないかなというふうにはね、思いますし、あと、ま、攻撃に関しては、もう、僕は誰が出てもおかしくないと思いますし、まあ、あとは、もう攻撃に関しての戦術、そういったところをちょっとどう落とし込めるか、どうやって崩していくのかっていう、こうちょっとはっきりしてくると、いい方向に向かってくるんじゃないかなと思います。Bリーグはね、ちょっとね、プレシーズンマッチの時には、ちょっとこう、速さとか、相手のミスの少なさとかに、ちょっとビビってしまったところあったのかなというふうには思いますが、まあまあ、まだまだ、これからだと思います。そして、守備力2です。はい。まあ、結構、こう低くしてしまったんですけども、やっぱなんと言ってもゴールキーパーコーチに山郷さんがいますから、はい。まあ、ここに関しては2にしましたけども、僕は心配いらないと思います。で、ディフェンダー2人、まあ、特に木下選手はね、もう不動なので、まあ、この2人が頑張って守ってっていう感じで言ってくれればいいかなと思います。で、まあ、岸みのり選手に関しては特に、結構、大和シルフィードでも、守備がね、守備の場面が多かったと思うんですよ。なので、そういった意味では、攻められても焦らないと思うので、まあ、慣れてるって言ったら失礼かもしれないですけども、そういうこう、攻められるのに慣れてるから、全然慌てたプレイ、まあ、安定感は絶対あると思うので、ちょっと、その辺はね、魅力かなというふうに、見ていきたいなというふうにはね、思います。そして、戦術に、まあ、これもね、ごめんなさい、わかんないです。正直、わかんないです。まあ、僕、常葉学園、立花の試合を見てたわけでもないし、半田監督から直接いろいろ聞いたわけでもないので、戦術に関してはわかりません。まあ、まだ1試合でね、どんな判断ができるかっていうのはわかんないですけども、まあ、一応これは2にしました。まあ、ここは高すぎず、引きすぎずというところでしょうか。そしてスピード4。まあ、これはもう抜群でしょ。はい。まあ、両サイドもうやばいし。まあ、控えの選手と僕が予想した選手もね、結構、
スピードもある選手多いですし、トップもね、スピードのある選手もいるので、まあ、この辺に関しては結構ストロングになってくるんじゃないかなと思いますね。湯村選手、中村ゆしか選手しかり、まあこの辺はスピード力のある選手だと思います。そして、フィジカルに、まあこれもね、ここで勝負しているわけではないと思いますので、フィジカルは2。また、かといっても、めちゃくちゃ弱いわけではないし、岸選手ももちろん強いし、山本選手もね、結構フィジカルもありましたので、まあそういった意味ではフィジカルも心配なんじゃないかなというふうに思いますが、まあまだまだ全体的にレベルアップが必要かなとは考えております。というわけで、チュフレエースエレフェン埼玉総合値は13になります。注目選手の紹介です。背番号23ミッドフィルダー、中村ゆしか。さあ続いて注目選手一人目、中村ゆしか選手です。はい、もうウィーリーグプレシーズンマッチ僕は見て思いました。もうエルフェンの中では別格ですね、この選手。もうね、言わなくてもわかると思うんですけども、もうこの選手はすごいなと思いました。もう一番の中では1、2ぐらい活躍してたんじゃないかなというふうに思います。年代別の代表にも選ばれていますし、結構ね、チフレのみならず、パルセイロ、スフィーダとね、いろいろチームを経験しております。で、U20 日本代表の時に、田中陽子選手、中田あゆ選手らと共にヤングなでしこジャパンとして、ワールドカップ3位に輝いたということです。で、ディフェンスもこなせますし、サイドハーフ、フォワードもこなす、ユーティリティープレイヤーです。で、やっぱり中村選手の特徴は左サイドの突破ですよ。はい。この間のウィリングのプレシーズンマッチはフォワードとして先発してましたかね。で、フォワードよりは僕はサイドハーフでプレイした方が僕は中村ゆしか選手は生きるんじゃないかなと思います。やっぱスピードに乗ったドリブル抜け出しっていう部分ではやっぱりストロングポイントになってくると思うので、フォワードでゴールと自分との距離が、狭い位置から、短い位置からプレイするんではなくて、ちょっと離れて前にスペースが空いた状態でスペースに走り込んだり、そこにドリブルで仕掛けたりすると、やっぱりもっとこうチフレの攻撃が良くなったりとか、サイドでのね攻撃が生きると思うので、ぜひですね、やっぱりこう左サイドとかでね使ってほしいなというふうに思います。もうね、スピードに乗ったドリブル止められる選手は WE リーグでも少ないんじゃないかなというふうに思います。というわけで、中村ゆしか選手背番号23、注目選手として挙げました。注目選手の紹介です。背番号20ディフェンダー、岸みどり。さあ注目選手2人目です。2人目は岸みどり選手です。はい、もうちょっとこの選手挙げさせてください。僕はFM ヤマトというコミュニティ FM でですね、ヤマトシルフィードの応援番組を担当していたんですけども、まあ、この選手はそのヤマトシルフィードに在籍していました。で、まあ、その時からやっぱり見てみると、やっぱね、この人の鉄壁な守備とかは結構シルフィードでは、すごかったかなというふうに思います。まあ、それのみならず、彼女の特徴はやっぱり、まあ、僕書いてますけども、ファンダイク並みのフィード力なんですよ。はい。まあ、ロングボール。ウィーリーグのプレシーズンマッチでも結構ロングボール蹴ってたと思うんですよ。はい。で、通ってた場面も多かったので、そこの精度がもうちょい上がると、チフレの、まあ、ビルドアップとか、後ろからの攻撃っていうのはもっと良くなるんじゃないかなというふうに思います。結構やっぱりね、センターバック今技術求められますし、そこからのフィード力っていうのは重要になってくるので、こういう選手は貴重なんじゃないかなと思います。そして169センチとやはり女子サッカーの中では長身になります。まあ、長身センターバックから繰り出すヘディングなんかもね、結構魅力になってきます。ヘディングもちろん強いです。で、昨シーズン2部でありますけども18試合1得点を記録している選手で、昨シーズンはヤマトシルフィードでキャプテンを、務めていたんですよね。なのでキャプテンシーもありますので、後ろからチームを鼓舞できると思います。結構ウィーリーグプレシーズンマッチでも声かけてましたし、エンジンの中でもまあ背中叩いたりとかして、後ろからこう声をね出していたのかなというふうに思いますので、そういった
意味では、まあ、キャプテン誌、まあ、リーダーシップがある選手なんじゃないかなと思います。それからね、キャプテンをしていたっていうことですけども、真面目すぎないんですよ。全然こう、真面目すぎないところがまた共感を持てたりしますし、チームメイトからちょっとこう、いじられたりとか、まあ、ここだけの話、自称中村アンさんと言って、私のこと中村アンと呼んでくださいみたいなこと言ったりして、で逆にこうみんなからいじられたり、クラブからいじられたりとか、そんなお茶目な一面もある選手なので、ぜひぜひって言っちゃいけないのかな、チェフレファンの方はいじってほしいなというふうに思います。というわけで、岸みのり選手、ディフェンダーの選手挙げました。さあ、チェフレエースエルフェン埼玉、ウェイリーグ初年度予想順位は11位です。はい。まあ、これは、勝手な僕の予想なので、怒らないでください。で、まあ、やっぱり、1位を決めるってことは、最下位も決めなきゃいけないので、ちょっとチフレを最下位にしましたが、まあ、でも、予想フォーメーションとか注目選手とか挙げましたけども、やっぱりね、ポテンシャルのある選手は、結構多いと思いますし、攻撃面においては結構ね、いけるんじゃないかなというふうに思います。特にやっぱり左サイドの中村ゆしか選手とかが調子を上げたり、で、それに伴ってディフェンスがね、しっかりしてくると、よりいいんじゃないかなというふうに思います。木下選手と岸みのり選手のディフェンス力にもちょっと期待したいなというふうに思っております。で、まあ、監督はね、トップレベルの監督をやるのが初年度ということもあり、まあ戦術の落とし込み、まあ WE リーグのプレシーズンマッチを見て、ちょっとまだまだ物足りないかなっていうところがあったので、まあそういった意味ではちょっと11にしましたね。十分に WE リーグでやれるとは思うんですけども、やっぱこう、ミスが多かったのがちょっと気になるんですよ。アイナックがやっぱり、あそこでのトップレベルでやれる、日本代表輩出できるっていうゆえんは、ミスの少なさっていうところは結構あると思うんですよね。やっぱりミスがやっぱ一個命取りになると思うので、あの速さでプレーできる。そしてミスが少なくなって、この一部というか、まあ、WE リーグになれることで、もっとレベルは上がるんじゃないかな、というふうに思っておりますので、まだまだね、全然、僕は勝手に下にしましたけども、11にしましたけども、上に行く可能性は十分に考えられますので、期待してください。というわけで、チフレエースエルフェン埼玉は11位となりました。続いて、一押し美女選手の紹介。背番号18ミッドフィルダー立花雷。さあ、美女注目選手は立花雷選手です。はい、もうなんか DJ 渡るこれわざと選んでるんじゃないかというふうに言われるかもしれないんですけども、1993年5月25日生まれ。この間の大宮アルディジャベントスの小島ひかる選手を美女注目選手として選びましたが、小島選手も5月25日生まれ。で、僕も5月25日生まれ。いや、これ偶然なんですよ、本当に。選んだ選手が5月25日というだけであって、5月25日だから選んでいるわけではないので、はい、そこは何を安心するかわからないですけど、安心してください。はい。5月25日生まれのこの立花雷選手。まずショートカットが似合う、本当笑顔が素敵な選手であります。クラブ公式ツイッターでは、喋らなければエルフェン美少女枠間違いなしと、ちょっとこう、いじられるところもまたね、いじられキャラなところも共感できるなというか、親近感湧くなというところかなというふうに思います。で、昨シーズンは出場ゼロに終わったんですけども、まあ、WE リーグ初年度での復活、完全復活、ここちょっと期待したいなと思いますね。WE リーグでドーンと行ってくれるんじゃないかなというふうに思います。で、主にこう、中盤のポジションを担うんですけども、まあ、トップ下であったりとか、ちょっと攻撃的な位置からパスをね、出したりとかする選手なんですけども、僕は、シーガルズでの戦いを見てたりすると、やっぱこう、フォワードでもいいんじゃないかなというふうに思います。フォワードが結構合ってんじゃないかなというふうにはね、思います。まあ、ツートップとかで相手に、もう一人の相方に、こう、いいパスを出したりとか、まあ、ちょっとこう、トップ
ップした 1.5 列目って言ったらいいのかな。2トップだけど 1.5 列目の1列で、そこから的確なパスを出したりとかっていうのがいいんじゃないかなというふうにはね、僕の中では思っております。で、決定力もあるんですけども、もう抜群のやっぱパスセンスですね。さっきも言いましたが、決定機を演出できる。で、まあかといってドリブルができないというわけではなくて、ちゃんとドリブルもできるし、演出だけではなくて自分も点を決めることができる。ミッドフィルダー、フォワードでもプレイできる。そういった意味では、もう、ポリバレント性、それからユーティリティ性のある、サッカーでは貴重な選手なんじゃないかなと思います。同じポジションでも、いろんなプレイができる、多様性もありますし、複数ポジションもこなせるという意味では、ポリバレント性、それからユーティリティ性のある貴重な選手なんじゃないかなというふうに思います。昨シーズンはリーグ戦0試合でしたけども、もう今シーズンは期待大だと思います。チフレのサポーターの皆さんも期待している方も多いと思います。立花レイ選手、美女注目選手に挙げました。さあ、というわけで、チフレセルフェン埼玉の海外新章、以上になります。いかがだったでしょうか。もう毎回ね、ちょっと動画を撮るときは部屋の窓を閉めなきゃいけないんですよ。うるさくしちゃいけないから。なんかめちゃくちゃ暑いんですよね。僕暑く語るから、ね、どうしてもこう体温が上がってめちゃくちゃ汗かいて、動画の後半の部分は結構ね、テッカテカになってるんですよ。硬いから自分で。はい。まあ、だんだんね、そのテッカテカになってくると、あ、これ後半部分なんだな、っていうふうにね、思ってください。というわけで、エルフェン埼玉の解体新章は以上になります。まあ、今回予想順位11位としましたけども、僕の勝手な予想なので、もう全然、上行っちゃってください。いや、でも全然いけると思いますし、その可能性は十分決めてる選手たちだと思います。やっぱこう、新加入選手が多いってなると、結構期待しますよね。まあ、実際に、ね、主力選手を多く抜けたっていうのは痛いんですけども、まあ、その分、新しく入ってくる選手、それこそ僕も期待してる加藤千佳選手とか、岸選手とか、まあ、新加入選手多いですから、まあそういったところは、未知数でありますので、どう化学反応が起こるかなんてやってみないと実際わからないので。で、もしかしたらチーフレがね、僕勝手に11位って予想しましたけども、優勝する可能性もありますし、いい順位に行く可能性があるので、全然その辺はもう未知数と考えていいかなと思います。これはもう最下位と優勝決めなきゃいけないので、予想順位勝手に予想しただけとなりますので。まあ、ぜひね、チーフレエースエルフェン埼玉のすごい化学反応をね、どんな化学反応なのか、どんなチームになるのか、そういったところをね、見ていってほしいなというふうに思います。というわけで、チフレエースエルフェン埼玉の解体新章以上になります。動画ご視聴ありがとうございました。ぜひですね、コメント、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。今後も楽しいと思われる動画、面白いと思われるような動画作っていきますので、ぜひ、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。一緒に女子サッカーを盛り上げていきましょう。あなたのチャンネル登録がサッカー界、女子サッカー界の未来を変える力になります。